はい、どうも皆さん、こんにちは、タカポンです。ではね、前回の続きやっていきたいと思うんですけども、八重葉ネズミのやつなんですけど、ちょっとカード入れ替えまして、八重葉ネズミのね、デッキの中身のカードの変更があってですね、以前ね、キャプテン D 社か、D 社の方を3コスで入れてたと思うんですけども、そうだね、D 社をおじいさんおばあさんと、入れ替えましたっていう変更だけですね。基本的には中身ほとんど変わってなくて、おじいさんおばあさんが入れ替わっただけと。じゃあやっていきたいと思いますでね、バトルポイント、そう、累計バトルポイントが今どれくらいかな、以前2000ぐらいからうんぬんとかって言ってたと思うんだけど、なんかなんだかんだ動画と撮ってる時じゃない時にやってて、もう4290まで貯まりました。で、まあ、バトルポイントもね、2万ちょいだったのが、まあ、22218バトルポイントまで、貯まって、もうそろそろ A1 に上がるんじゃないかっていうぐらいまで、ヤイバネズミで上がりましたね。で、かなり、強いですね。このデッキ。かなり強くて、まあ、普通に10連勝、15連勝ぐらいまでは、連勝できたりもしますね。ただまあ負けるときは負けちゃうんで、絶対むちゃくちゃ強いだけでもないのかな、わかんないですけど、基本的にでも勝ってるんで強いかなって思います。さあドラゴンですね、相手は。まあできればね 1,2,3 で揃えれたいんですけど、周りがに関して別に高校だから何か残すとかそういうわけではなくて、まあ基本的に 1,2,3 揃いたい。で、できればヤイバネズミがあればいいかなっていうぐらいですね。シンデレラ嬉しいですね。で、4000累計バトルポイントいってるんで、カードスリップも同じようになりましたね。これは確かもともとヴァンファイアのキャラクターですよね。カードというか。シンデレラ戻して、いやー、このデッキ強いんですよね。すごい強いんですよ。ああ、まあ間違ったね、タイミング。シンデレラで殴って戻して、殴って、まあヤイバネズミで攻撃、タージでやればだダメージもっと美味しかった。じゃあミコ進化、まあ普通にジェノ取りに来るかな。まあ強いんですよね、これが。まあ本当にこっちにしようか、いや、ヤイバネズミにいいや。進化で5点、6点、6点ダメと。サラマンダブレスやってもヤイバネズミ残るし、何で来るかな。セーバーあるんで、あ、勝ちましたね。はい、ありがとうございました。いや、ドラゴンね、相手に結構ね勝ちますね。ドラゴンに対する勝率高いかな、このロイヤルやってる感じ。ドラゴン相手はかなり勝率高いですね。ただ人によるんですけど、敵によるんですけど、相手にする人のデッキによるんですけど、ドラゴンでも最初のマリガンとかで、竜の託戦2枚引いたり、託戦2枚にアイラ引いたりとか、そうされるともう一気になんだろう、もう5ターン目4ターン目ぐらいにもう10ポイント、10ポイント、9PP?9PP?GPP ぐらい、もう、溜まっちゃって、もうそうなると、きついですね。バハムートとか出されたりすると、まあその、バハムートとか、そういうためのモモとか入ってたり、さっきの進化時、攻撃、進化した攻撃時に相手のフォロワー、その攻撃当たる前に破壊するやつとか、あとはおじいさんおばあさんで進化で、あれも必殺持ってるんで進化するとやったりとか、まあいろいろ対処法あるんですけど、それでもバハムートポンポン出されると結構きつい部分があったりするんですよね。まだでもやっぱり、そうだね、まだ
意外とね、誰だっけ、グニムニル、あいつを入れてるドラゴンの人まあまあいるんで、それ出されるとちょっとまあきつかったりしますかね。結構ブレス使うね。まあ、ここでね、おじいさんおばあさんかなり強くて、2回攻撃できるのと進化して必殺で22できるし、44でダメージ与えるし、素でも211で2で、まあ14でっていうのがすごく強いんですよね。ラハブ来てもいいんだけど、こっちね、あの進化すると必殺持ってくれるんで、やっぱそこが強みかなって思いますね。進化すると、25になってくれると。もう HP ね、でかいよね。いや、本当に強いと思う。多分巫女出してこないと思うんで、巫女出してくるかな。巫女出してきても、こっちまあ、ルミナスメイジ出すか、あ、巫女だったら、モモか、モモ出してもいいし、あ、でもモモだったら3か。じゃあトランプの方がいいかな。どうするかな。人、早い人だとなんか、あ、これ勝てないって思って、そこを諦める人もいますね。3ターン目とかでも終わらせる人もいますね、普通に。あー、おー、まあトランプナイトだね。いいですね、トランプナイトで。トランプ、これ本当に強いんだよな。強いです。3体出てきて、1313、本当に強くて、必殺、守護、疾走はほんまに強いと思う。で、必殺に2人来ると、まあ、なかなかね、何もできないと。で、3回復して何もターン終了するんだけども、こっち、ルミナスメイジが、ここからのルミナスメイジ強かったりするんですけど、まあ、アルベールは保存しとこうか。で、ルミナスメイジの、ルミナスナイト進化。で、3367、6、8、10だね。で、10ダメ。いや、強いですね。ブレースやっても生き残るやつはいるし、じゃあどうするって話になっちゃうんですけど、回復するか。回復して、2個 ?8?8 コスってなんだ。まあ、2個は出さないでしょう。ブレース?ブレースで潰す?ブレースと、サラマンダブレースか。ああ、ブレースだね。おう。まだ潰すのやつ、あ、ないよね。これで、まあ、俺の勝ちですね。そう、ドラゴンは本当に、グニムニルとかバハムート、そいつらを出されるまでに決着つけることができれば、10ポイント 10PP 行くまでに決着つけることがあって、決着というかかなりダメージ削ってれば大体勝てるのが、このヤヤバネズミのこのロイヤル、本当に強いですね。ネクロとかも、まあまあ、でもネクロもちょっときついかな。ヘクターとか出てきても実際あまり痛くなかったりする、全部防げれたりとかすることもあるんで、まあ強いですかね。どうぞお覚悟を。光があなたを導くでしょう。さあ先行、プリッツランスを残しとこう。全部3もらっちゃった。あ、ビショップか。ビショップも、まあテミスが怖いんですけど、ちょっとテミス意識しつつも、まあどうにかして、うん、まあそう、テミスが怖いな、ビショップは。テミスと、まあ、消滅系あるんで、それがまあ痛いですかね、使われると。なかなかね、ヤエバネズミ13なんで、まあ体力3以下消滅させられちゃって、あのやられちゃうと。ヤエバネズミエイラ、ヤエバネズミですかね。うん、鉄槌の僧侶。ヤエバネズミじゃなくて、まあヤエバネズミ後か。でも鉄槌来た時に、そのためのメイジなんで。
そうだね。明治で取っても残ると。で向こうまだ5ポー BP5 だからテミス打てないし、回復ラビットイーラーとか、まあ、なんか他のもので回復するになんなりして増やして明治取りに来るか応天、まあ、明治を応天、これで2つ買ったね。今これで2つ買っちゃったね。じゃあおじいさんとおばあさんとブリッツランサーを置いておきましょう。テミスは多分打たないと思うんだよな、この2体だけじゃ打たないね。まあ、進化でおじいさんおばあさん取りに来ると。だから進化すると5になってくれるはず。5になれば、モモが使えるんで、まあ、モモで取りに行くことができると。まあモモで取ってラビットヒーラーで、ラビットヒーラーをまあブリッツランサーで取るか、モモで取ってカトンでラビットヒーラー飛ばすかだね。悩むね。取りに来ると。お、そっちを取りに来る。なるほど。まあ、モモで行って、カトンで取ると。で、8だったらファングスレイヤー、9ならレビオンセーバーなんで、進化ファングスレイヤー進化5点ダメ、レビオンで15点ダメなんで、まあ、なんとか潰せるのかなって思うけど、回復でもエイラだから回復されるか。怖いね。このエイラプレミアか。おじいさんおばあさん本当に強いんだよな。1-4、3-1-4、3コス1-4ってのもでかいし、やっぱ消滅できないってのもあって、進化で25で必殺持ってるのが強い。お、なんか出すな。ラビットヒラー。まあ多分確実に、取りに来ない。マジで言ってる。死にたくなかったらどいてな。覚悟はいいですか。もう全力で、もう殴るよ。レビオンセーバーで10点ダメか。テミス打つ？打たないでしょ。ホーリーフレームタイガー出たばっかりの時に。やばいって思って打つか、打ってもいいんだけど。大衆道場。なるほど。まあ、進化でファングスレイヤー取りに行こうへんと、負けるで。考えるね。進化権使っちゃうしね。終わりにしましょう。取りに来ると。今日こんなとこかな。でも大衆道場どうにかしたいんで、大衆道場どうにかしたいから、で多分テミスあるかな。いや、おじさんおばさんで2点殴って、でまあ潰すと、まあセーバー2点で3-3-6-9。さあレビオンセーバー、レビオンジェノガード、ジェノが2体、タージ1、テミスがあれば打ってくるはず。オリビエ、マジか。これはちょっと選択ミスったな、さっきの。ワンチャン修道場無視して
遥か地平の新世界。殴ってもよかったかもしれない。すまない。まだまだ一旦あるね。まだあるね一旦。オッケー。さあ構えろ。切り込む。まだあるね。カードを引くのに一旦分。ここで何を出して潰されるかで結構変わってくるんだよな。セーバー一応3枚このデッキには組み込んでるんですけど、ジャンヌダルク。うわ久しぶりに見た。入ってるんだ。むちゃくちゃ久しぶり。そうだな、まあ、こっちにしますか。これで決めます。海なす騎士団、我が剣で断ち切る。これが神の試練か。あ、回復される。きついな。いやーきついね。椿とかも入ってるんで、ほんと5以上はほんと潰せるぐらいのようにしてるんですけど、ただ来ないときつい、うん、まあ、命中を取りに来ると。なるほど。これは困ったね。全部盤面は埋まってる。6612 3367。ワンチャン殴ろう。どうする？やばいなこれ、ピンチだな。お、取りに来る。テミス打たない。テミス持ってないか、テミス打たないか、もったいないから打たないっていうふうに選択してるか。おっと、女王様はせっかちなんでね。遅い。走らないと。なんでだ、どうしてくれない。女王様はせっかち、走らないと。さあどうしようかこの状況。さあどうしたもんかこの状況。でも法典2枚使っ、ああ回復きついな。きついなこれは。これ大ピンチだぞ。やばいな。まあ殴るってくるでしょう。フォロワー潰す。殴ってテミスっていう可能性もなくもない。うん、まあまあまあ。怒られちゃうな。セーバー来い。セーバー、ライビオンセーバー。アルベール。アルベール来たら、俺の勝ち。来なかったら、絶望。絶望だ。この剣と運命を共にする。頼むでー、頼むでー。なんだこの状況、きついな。手札の枚数的にも1枚ドローで来るか来ないか、ギャンブルだなこれ。
か、あ、回復きついわ。取られるわ。取られちゃうわ、こいつ。きついな。あ、むっちゃ回復する。きっつ。ももこれは負けたんじゃないかな。回復使われたら終わるもんね。いや、素晴らしいわ。うわー、むっちゃ回復されたなー。すごいなー、回復量が。エイラ。はっは、3枚揃ってる。やば。すげえすげえ。いやー、素晴らしい。これはやられたわ。でちょうどね、負けてキリがいいんで、まあ、この辺で終わりたいなと思います。ではね、次回もね、やっていきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回も、お楽しみに。